神笹10周年おめでとうございます。オースピシャスの真央です。スタジオに入ると森の中でヨガをしているような、また夕日を浴びながらヨガをしているような、緑やオレンジの一面の壁の色が大好きです。京都に訪れると凛とした穏やかな空気が流れていて、カフェでいただくお料理もプラーナいっぱいなので、どうぞ京都に来たら神笹で皆さんヨガを楽しんでください。ナマステ。